とける女子ラグビーのナショナルチームである。愛称、サクラフィフティーン。1983年に日本で最初の女子ラグビーチーム、セタガヤレティースが創設された。世界では1982年のフランスオランダ戦すなわち、女子ラグビー開発の国際試合が開かれた翌年である。1988年4月、日本女子、 ラグビーフットボール連盟が発足し、1989年に初の海外遠征を行い、名古屋レディースは同年7月31日から同8月7日に渡り、ニュージーランドを訪れた。世界選手権初参加を翌年に控えた1990年には、8月18日から同26日まで、1990年世界女子フェスティバルに、 同チームとオール東京のメンバーを送り出している。1991年の第1回、ついで1994年の第2回女子 W 杯に招待されて出場し、第2回大会でスウェーデンから一勝を挙げたが、1998年の第3回大会には、最近のテストマッチの実績が乏しいとして、招待されなかった。 1994年と1998年の間には外国チームを招待し、アメリカ北太平洋沿岸代表のロガーズを1996年11月16日から同29日まで迎えた。この時の招待チームの地元シアトルで1998年北米チャレンジカップのオスアメリカンチャレンジカップが、 開かれると、ロガーズの選手の出迎えとアテンドを受けて9月1日から同8日まで日本代表として参加している。また、ニュージーランドの現地リバティフィールズと縁ができ、2001年8月16日から同21日に現地に出向くことに結びついた。対戦相手の強豪カンタベリーの胸を借り、大差で敗れている。第4回大会も当初は、 書類選考のみで出場国を決定することになっていたが2000年11月に日本、香港、サモアの3カ国でアジア、太平洋地区予選を行い上位2カ国に出場権を与えること同年7月に日本がサモアを12の10で破った試合を予選として扱うことが決定されたこの時点で日本の出場権獲得は決定的になったが12月には 香港にも62-0で勝ち、これで正式に出場が決まった。本大会は2002年5月にバルセロナで開催され、日本はオランダを37-3で破って男子より、先に W 杯に勝目を挙げ、出場16カ国中14位となった。その直前の2002年4月に女子ラグビー連盟が日本ラグビーフットボール協会に正式加盟したことで、 日本の女子ラグビーは公式に認められた存在となった。この年は3月25日から同30日にカナダを訪問、ブリティッシュコロンビア州において現地のチームと対戦し、ヤルフ加盟後の同年4月16日から同22日にかけて前日のニュージーランドからカンタベリーを招待して桜のエンブレムをまとい、国際試合に臨んでいる。 2006年に本大会が開催された第5回 W 杯では出場枠が16から12に減らされ日本はアジアで実績最上位のカザフスタンと出場権を争うことになったアジア予選は2005年6月にタイで行われたが日本は初戦で香港に78の0で勝つも決勝でカザフスタンに3の19で敗れ本大会出場権を逃した 2010年の第6回 W 杯もカザフスタンの壁を破ることができず2大会連続で出場権を得られなかった。2014年の第7回 W 杯は雪辱を期したカザフスタンに敗退3度目の足止めとなった。2017年の第8回 W 杯はカザフスタンが予選不参加だったこともありアジアオーセアニア予選を1位で 突破して4大会ぶり4回目の W 杯出場を果たした。2021年の第9回 W 杯はニュージーランドで開催を予定した。前年のアジア最終予選は香港を会場に当初2020年3月18日開幕と発表された。日本、カザフスタン、香港の総当たり戦から勝ち上がるとワールドカップ本戦へまた準優勝で 敗社復活戦への出場権が得られるはずであった。しかしながら、一旦は、同年5月8日開始に延期を決め、ラグビーフットボール世界連盟は5月11日付で、本戦を2022年に持ち越すと発表するに、至った。なお2022年の実施にあたり、観客の利便性を重んじて、全体戦カードを週末に集中させ、選手の体調管理に配慮し、 最低5日間の休養日を設けたことにより、開催期間は従来の35日から43日に伸びる。これは大会の方式を改定1日に行う試合数を3試合に増やして、試合数の消化に対応するという。ヤルフは女子15人制の未来の選手となるジュニア選手からユース選手の発掘を目指し、招待制の強化合宿をティドキャンプと名付けて、 育成に努めている。招かれた選手には女子日本代表チームの国際競技力を伸ばす貢献が期待される。ティドキャンプは見学者や試合観戦者を受け付けずに行われた。2021年の第9回 W 杯は開催が2022年に延期され、大会ロゴの変更と大会日程を同年10月8日から11月12日までとすること。 また試合日程は2021年5月末に日本ラグビーフットボール連盟からも公表された。これらに合わせて2021年5月時点の発表では第9回 W 杯の予選及び本選出場を決めた各チームは世界連盟から総額200万ポンドの助成金支給を告げられている。市とは合宿やトレーニングの追加、国際試合の調整ほかとしてけ、 予選日程とともに詳細の発表が待たれる。2022年に延期された W 杯関連の日付を次に挙げる。女子日本代表ヨーロッパ遠征メンバー公式のパートナー、スポンサー、サプライヤーを一覧にする。トップパートナー、対象製薬オフィシャルパートナー、対応生命、セコム、カンタベリーオフィシャルスポンサー、三菱辞書、西南商事、 アサヒビールオフィシャルサポーター、JTB スポーツ、突版印刷、柏シ日本代表サプライヤー、ギルバート、ザバス。ありがとうございます。